武蔵マニアーイエーイ Hi, hello everyone, my name is 武蔵 MLB NEO 早速ニュースいきます。まず先週に引き続き、今週も大谷選手が大爆発、大谷選手のことはまた後ほど語ろうと思います。続きまして前田投手今季初勝利、ちなみに日本人投手一番乗りですね。デトロイトタイガース相手に6回投げ切り2失点という、ね、最高の滑り出しですね。はい。でその一方でテキサスレンジャーズの有原選手は黒星という感じでね、まあまあね、まだ始まったばかりなんで、そんなに焦ることもないと思いますし、有原選手やったらやってくれると思うんで、全然この負けは本当に気にすることないです。続きまして、シアトルマリナーズの菊池雄星投手なんですけど、勝ち負けつかず、だいぶ調子がいいのでしっかり抑えて、ちゃんとしっかり抑えれてるんでね、はい、これを続けていければと、思います。そしていいニュースなんですけど、レッドソックスの、沢村投手なんですけど、4試合連続無失点、四死球とかいい当たりはされてるものの、ランナー出してもしっかり抑えるピンチに強い沢村選手がね入れてると思うので、そして今はクローザーじゃないので、レッドソックスのクローザーに上原選手と同様背番号も同じ19番なんでね、期待はしたいと思います。そしてここからはサンディエゴパドレスの情報に絞っていくんですけど、悪いニュースからなんですけど、タティースジュニア選手、僕にちょっと似た選手なんですけど、左肩のね負傷で離脱しました。帰ってくるかは未定になっているので、早いことね帰ってきていただいて、そして地区優勝ワールドシリーズ制覇というのに大きく貢献していただきたいのでね、そのためにはねダルビッシュ選手とか、スネル選手の頑張りは必要なんですけど、タティースジュニア選手の活躍も絶対に必要だと思うんで、早く帰ってくることを、祈ってます。いいニュースもあります。マスグローブ投手ノーヒットノーランを達成いたしました。いやすごいことよ、ノーヒットノーラン。マスグローブ選手は正直、個人的にあんま知らないんですけど、やっぱり偉大な記録達成したので、この達成した次の試合が気になりますね。はい、どういうピッチングするのか。そしてパドレスのダルビッシュ選手3戦目にして初白星。ちなみにこれが本日取れたてのニュースですね。ちなみに内容といたしましては7回1失点95球で、ちなみにチームも4連勝ということでね、調子もいいパドレス。ここでサンディエゴパドレスの順位を見てみましょう。じゃじゃん。はい、こちらですね、1位がロサンゼルスドジャース、2位がサンディエゴパドレス、3位がサンフランシスコジャイアンツで、4位がダイヤモンドバックス、5位がコロラドロッキーズ。パドレスね2位なんですけど 0.5 ゲーム差なんですよ。そこまでここは気にするようなことじゃないですね。ジャイアンツ見てほしいんですけど、これ2ゲーム差なんですよね。ジャイアンツがちょっと食い込むのかどうかっていうのがちょっと怖いですね。一応ナショナルリーグではパドレス推しで、アメリカンリーグではエンゼルス推しなんで、そこは皆さんに知っていただきたいです。というわけで先週はエンゼルスで、今週はパドレスなんで、来週はまたエンゼルスの順位表に戻ろうと思ってますね。4月13日現在の順位はこんな感じです。はい、また2週間後これがどうなっているのか楽しみにしておいてください。ここがね入れ替わっているのか、ゲーム差が離れるのかとかもね、いろいろ注目する点は多いのでね、よろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ大谷選手の情報に行く前にほっこりする話がありまして、フィリーズ対ブレーブスの試合でブレーブスのフリーマン選手がホームランを打ったんですよ。でそのホームランボールはフィリーズのファンの少年がキャッチしました。でもその少年は近くにいたブレーブスファンの少年にホームランボールをねプレゼントしました。ここまではすごいほっこりする、ここだけでももうほっこりするんですよ。本当すごいのが、その渡したことをフリーマン選手がちょっとどういう状況かわからないですけど、その情報を仕入れてホームランを上げたフィリーズファンを次の日に球場に招待し、フリーマン選手のサイン入りのボールをプレゼントしました。ここから粋な計らいなんですけど、なんとそのプレゼントしたボールにフィリーズファン
の少年が一番好きな選手がブライス・ハーパーという選手なんですけど、このハーパー選手のサインも入ってたんですよ。ちなみにこの試合はフィリーズのハーパー選手、そしてブレーブスのフリーマン選手が互いにホームランを打ち、フィリーズの勝利ということなんですけど、まあ、招待されたねフィリーズファンをね、ファンの少年はね多分忘れられない一日になったと思うんですけどね、もうすごいですよね。日本では多分ありえないというか、基本ねホームランボールを取ればそのまま持ち帰るっていうのが普通なんですけど、まあ、自分はフィリーズファンやしブレーブスファンにあげようか、はいみたいな感じであげたら、それをねあげたことをフリーマン選手が知って、いやなんてあの子はいい子なんだ、なんて心が広いんだ、これはもうブレーブスファンは嬉しかったやろ、それはもう俺はこの子を喜ばせたろうと思い球場に招待し、俺のサインなんかいるかわからんけど一応プレゼントしたろうと、でファーって書いて、はいとプレゼント、でも喜べへんかをせえへんから、いや俺のサインよりもハーパーからのサインの方が嬉しいんじゃねみたいな、いやこれはもうじゃあおいハーパーみたいな、ちょハーパーちょこういうことがあったからサインしてくれへんみたいな、少年のエビスフィリーズのユニフォームの後ろがハーパーやったんよ、だから買い出してくれへん、いや全然ええよとハーパー書きます、なんか渡したってくれよフリーマンと、フリーマンがその子にバッて渡して、なんとこんな粋なサプライズをしてくれるのだこの二人がみたいな、でもそのこの子供自身はフィリーズファンやから、フィリーズを応援するもフリーマン選手こんなことしてくれてフリーマンも応援する、でフリーマンホームラン、でこんなことあっていいのか、でもフィリーズファンやから、いやブレイブス負けてほしい、ブレイブス負けてほしい、で大好きなハーパーがホームラン、そしてフィリーズが勝つという、もうね日本昔話みたいな感じよね、やっぱりいいことしたらね、やっぱそれ以上のことは返ってくるのでね、皆さんもぜひいいことをしましょう。そして大谷選手情報ここから。ちなみに大谷選手なんですけど、開幕直後、コロナウイルスのワクチン接種の影響で体調がそんなに良くなかったとメディアに発言いたしました。なので最近はねやっぱりそれが解けたのか本来調子に戻っているようで、最近のね、本日4月13日現在までの、打率は3割3分3厘、そしてホームランが3本ということで非常に好調ですよね。これでだってピッチャーですよ、普通に考えてピッチャーがね3割3分3厘そして3本塁打、これは本当にすごいことなので、これからのね大谷選手すごく活躍してくれると思うので、ぜひ期待していただきたいと思いますね。すごいのはね、まあ、片手でペン直を打ったり、まあ、ホームランの飛距離とか打球速度はすごいんですけど、大谷選手だけじゃなくエンゼルスはちなみに今1位らしいです。じゃあ2位がアストロズで、またここもね来週話またしますけど、いいライバル関係になってるんでね、頑張れエンゼルス。いろいろ大谷選手の情報、まあ大谷選手の情報というか結果とかですかね、まあ前みたいに先週みたいに何月何日はこんな結果ということはね今週ちょっといかなかったんですけど、それ以上に伝えたいことが多かったのでこんな結果になりました。じゃあそして恒例企画、ムサマニが選ぶ今週の一押し選手。今週はアリゾナダイヤモンドバックスのコール・カルフーン選手です。優勝する立役者と言ってもいいんじゃないでしょうか、コール・カルフーン選手。コール・カルフーン選手は、左投げ左打ちの、外野手です。年俸が、日本円で約6億6000万円、前がね、トラウト選手だったので42億円からしたらかすむかもしれないんですけど、6億6000万、まあお金がない球団なんですよアリゾナダイヤモンドバックス、金がない球団でもらえるのは本当にすごいことで、まあ、日本でもね6億6000万出せる球団ってまああんまりねないので、ちなみに、ダイヤモンドバックスの前の球団は、僕の大好きなロサンゼルスエンゼルスに、所属していました。ちなみに2015年にはねゴールデングラブ賞も受賞し1試合以上出場してるんですよ。まあまあベテランの域で割と長いこと現役生活やられてる、まあそれもすごいことで、
1000試合以上出場してるんですが、なんと守備率が9割8分5厘、ほぼエラーはないんですよ。まあ打撃より守備の選手なんですけど、まあ今年は2番ライトで結構多く出場していますね。もっとね、守備率を10割はいかないと思いますけど、まあ、9割9分5厘も少しでもね伸ばしていただけることを、願います。というわけで頑張ってほしいですね。コール・カルフーン選手にも、皆さん注目、そしてアリゾナダイヤモンドバックスもぜひ応援よろしくお願いいたします。というわけで、次週はアメリカンリーグの、シカゴホワイトソックスの、選手を一人紹介します。というわけでぜひね、皆さん今週の MLB ニュースもありがとうございました。ぜひチャンネル登録、そしてコメント高評価お待ちしております。というわけで Never give up! Goodbye!